こんにちは、マサです。よろしくお願いします。というわけで今回はですね、群馬県赤城町の、田無田っていう場所にできたので、そこの周辺に、2つほどスポットがあるので、そちらの紹介をしたいと思います。その2つのスポットの、紹介を先したいと思うんですけど、まず1つ目はこちら、画像に出てると思いますけど、田無田不動の滝という場所で、こちらの、ちょっと手前側に神社があるんですけど、その奥にこういう滝があるんですけど、滝の奥がこんな感じに、洞窟というか結構奥行きがある場所になってて、滝の裏側に入れるってなんか男の人やったら結構ロマンを感じると思うんですよ。そういう場所が一つと、もう一つはこちらですね、田無田小学校っていう、今はもう廃校になってると思うんですけど、こういうスポットがあったので行ってきたので、紹介していきたいと思います。でまず赤城町の田無田なんですけど、場所としてはこういう小さい、かなり小さい地域になりますね。で赤城町の名前でも想像はついてると思うんですけど、群馬県の、赤城山周辺のこういう渋川よりちょっと北側、沼田より南側にあるスポットになります。でここ最近赤城山周辺の、ツーリングレポートとか出てると思うんですけど、ここのちょうど川を挟んだ裏側にある菱沼キャンプ場っていうところに宿泊して、これは2日目のツーリングレポートになるんですけど、ここら辺赤城周辺というか、関東のスポットってもうほとんど巡ってしまってたので、主要スポットに関しては何かないかなっていう風な感じで Google マップを見てたら、こういう田無田小学校っていうのと田無田不動の滝っていう2つのスポットがあったので、せっかくなので行ってみることにしました。橋とかかかってないので、キャンプ場からはちょっとぐるーっと回る感じだったんですけど、距離としては全然近いので、ちょっと行ってみましたね。本来ならば一つのスポットで一つの動画を撮るのがいいんですけど、赤城町の田無田っていう一つのまとまった地域なので、とりあえずこちら二つまとめて紹介していきたいと思います。ちょっと赤城町がどんくらいの、赤城町がどんくらいの場所にあるかっていうのを調べたかったんですけど、Google マップではもう、ここら全体は渋川市に入ってるようですね。だから渋川市の赤城町の田無田、赤城町の田無田っていう感じになってるんですかね。ちょっとここら辺の小さい地域にやってくるとよくわからんくなってきますけど、とりあえず今回はこの2つを紹介していきたいと思います。でまず行ったのが、田無田不動。田無田不動堂。神社というか、寺なんかな、これは。これマーク的に。これ神社ですよね。まずは田無田不動の滝の方に行ってきたので、そちらの紹介をしたいと思います。道沿いに駐車場があったんですけど、こちらですね、田無田不動の滝、オス滝、一応メス滝もあるんかな。こちらに入り口があるっていう感じになります。車両はこれ以上進入はできないので、こちらにこんな感じに広場があるので、そちらにバイクを止めました。でこちら不動明王の石を切り抜いた、なんていうんですかね、こういうの彫刻がありますけど、これは一応、こちらに説明に書いてるんですけど、東日本大震災の時に滝の上にあった、滝の不動の滝の山頂にあった大きい石が落石してきて、それを削って作りましたっていう話なので、この不動明王像自体は、比較的最近ですね、2010年代、だから、最近って言っても10年前にもなるんか、平成の終わりぐらいの話なので、結構最近のやつなので、大体、神社とか寺とかって、寺院とかって、やっぱすごい古いイメージがあるんですけど、今現在も新しいのはどんどん作られているんやなっていうのを、この説明文を読んでちょっと思ったりしました。で、登っていくと、こっちが田無田の不動堂ですね。で、奥に、田無田不動の滝があるっていう形になります。全体はこんな感じになってますけど、一応左側にもルートがあるんですけど、そちらについては立ち入り禁止っていう風になってました。ここの下に行くのには、右のルートが通れるんですけど、ここが立ち入り禁止じゃなかったら一応ぐるっと回れるっていう感じの道になってますね。で右側の道に関してはこんな感じで、
まあ、初めの方は階段とかで整備されてるんですけど、まあ、ちょっとだけ、まあ、岩場登っていく感じになるので、まあ、ほんま距離としてはすごい短いんですけど、まあ、歩きやすい靴とかで来るのがいいのかなっていうふうに思います。で、登ったとこがこんな感じで、まあ、結構大きい岩をくり抜いたような、まあ、洞窟みたいな感じになってます。日本中でこういう滝の裏側に回れるスポットっていうのはいくつかあるので、まあちょっと今パッと名前は出てこないんですけど、まあ有名な場所もあると思うので、まあそういう場所も巡っていきたいなと思います。で、ここに奥の建物なんていうのかな、こういうの、まあ奥の建物があったりして、まあ裏側に回れるっていう感じになります。で、裏側の景色はこんな感じですね。ちょっと早朝に行ったので逆光でも何がなんやらっていう感じなんですけど、まあ雰囲気だけ伝わればと思います。で、下が結構水が滴ってくるので、まあそれにイライラしないようにという感じですかね。結構ポタポタすごい滴ってました。で、ここなんですけど、まあ一応滝に打たれるとかもできるみたいですね。できるみたいっていうのは、あの物理的には打たれることができるっていうだけで、看板には、あの危ないので行かないでくださいというのは書いてました。まあもしかしたら、まあ、地元の人たちとかは修行とかでこういう場所は使ってるのかもしれないですね。一回滝にも撃たれてみたいです。これは広角レンズで撮った写真ですけど、まあちょっとやっぱ写真が暗いですね。あと逆光っていうのもありますけど、まあここら辺はカメラ性能の限界ということで、でちょっと離れた場所から撮りましたけど、まああのちょうどここの大きい岩の間が水でくり抜かれてて、まあそこの間落ちてるっていう感じになってます。まあ削れてるってことは、ほんまにこの先すごい長い年月経ったら、まあどん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 削られてって、ここの洞窟の中に落ちてくる感じにはなりそうですね。まあという感じでした。あと一眼で撮った写真が何枚かあって、まあ出てる滝の出てる場所をちょっとすごいシャッタースピードを短くして撮影するとこんな感じになりました。まあちょっと高低差が高いので、通常のレンズだとどこを収めたらいいのかっていうのと、暗いので手ぶれもあるしで、なかなかいい写真が撮ることができませんでしたね。まあちょっと気持ち全体像はこんな感じです。シャッタースピード長くしたらちょっとこんな感じにもできるんですけど、なんか手ぶれしてるような、ピントが合ってないような、いまいちな写真になってしまいました。まあ何枚かこう撮ったんでパラパラってやっておきます。こんな感じですね。まあいい写真があればまたブログの方で、はい、やっておきたいと思います。こちらは裏側でシャッタースピード長めでやりましたけど、まあ逆光でちょっと白飛びしてしまってるので、ふーんって感じですね。じゃあここまでシャッタースピード短くしたら、まあ一応コントラストは出てますけど、結局滝の色が見えなくなってるので、まあ例えばちょっと影を、まあそれでもやっぱちょっとダメですね。全然暗いまんまです。まあ先ほど言ってましたけど、まあここら辺まで一応降りることができるっていう感じでした。まあやっぱ多少一眼の方が気持ち綺麗には撮れてる気がしますね。まあこの後ちょっと光加減とか調節したら見れる写真にはなると思いますけど、まあ、いずれにせよちょっと標準ズームやと上まで映りきらないので、まあ広角レンズがあるといいのかなっていうふうに思いました。まあ適当にスライドショーパラパラやってます。で、こちらは先ほども言いましたけど、まあ、滝の間をこういう風にえぐりながら出てきてるっていう写真になってます。まあ、とりあえずまず滝に関してはこんな感じですね。他に特に紹介することもないので。で、次もう一つこちらですね。棚下小学校跡ということで、まあ一応もう廃校にはなってるみたいです。で、まあレビューにも書かれてるんですけど、一応なんかやってたんですかね、昔は。ちょっとわからないです。で、ここの車が、まあ、初めの写真にも出てきましたけど、まあ、こんな感じで僕が行った時にも止まってたので、まあ、どういう感じなんでしょうかね。一応利用者がいるのか、この車自体も捨ててあるのか、それはちょっとわからないですけど、まあ、見た感じそんなに長期間放置されたっていう感じはしないので、まあ、乗ってるんやと思いますけど、まあ、この学校自体は廃校っていう感じになってます。まあ全体の写真としてはこんな感じですね。バイク止めてますけど、まあ特に紹介することもないですけど、
まあこういう廃校が好きな方を訪れてみるのもいいのではないでしょうか。100周年記念明治28年開校ということで、まあこんな感じでした。で最後ちょっと紹介忘れてたんですけど、棚下不動の滝を登っていくときにちょっと展望台みたいなのがあったので、そちらの写真を紹介しておきますと、まあこんな風景が広がってます。一応場所的にはこちらが手前の川になるので、キスルマキャンプ場はここにあるんかもしれないですね。まあちょっと動画を撮ったので、最後せっかくなので、まあすごい短い動画なんですけど、ここの映像を流しておきます。はい、というわけで動画はそんな感じでした。まあというわけで今回この動画では、まあ、赤城町棚下っていうすごい小さいスポットの紹介をしましたけど、まあなんか そんなに大きいスポットっていう感じではないんですけど、まあ今後関東に関してはこういう小さいスポットも、まあちょいちょいつまみ食いしていく感じで行けたらいいなっていうふうに思います。赤城山のツーリングレポートに関しては、まああと2つぐらいそういう小さいスポットを行ってきたので、まあまだ動画は2つぐらい続くと思いますけど、まあ楽しみにしておいてください。というわけで今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。